はい、どうもどうもどうも、特撮ヒーローワールドのフジャンです。ちょっとね、大学が始まりまして、生活習慣とかがガラッと変わってね、動画を撮る暇がちょっとなくなってきたので、ちゃんと動画を撮るペースもね、確保しつつ、これからもやっていきたいと思いますが、ちょっと部屋がね、めちゃくちゃ散らかってるんですけども、ちょっと最近、ソフビ集めにすごく夢中になっちゃって、今こう、ありったけのソフビをこう、持ってるソフビをね、出して、ぐっちゃぐちゃにして遊んでますので、ちょっとね、なかなか片付ける暇がないんですけども、500シリーズのソフビで、500シリーズのこのウルトラマンソフビと、ぴったりなサイズの怪獣フィギュアがね、いっぱいあったんですよ。これ、例えばディノゾールとかね。ほら、500シリーズとぴったりでしょ？で、こう、キングオブモンス。これもほんとガイアとかとこう、大きさもこうぴったりですし、ちょっとね、昔の、ちょっとちっちゃめの怪獣フィギュア、装備ってすごく本当に合うんですよ。それがね、そういう発見がね、すごく、なんかテンション上がりました。ほら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 。コスモスとスコーピスとかね。あとはね、ネロンガ。ネロンガと、あー、ウルトラマン。ほらほらほら。いい感じでしょ？こんな感じで、なんかね、すごい、集めてて、まあ、500シリーズだけを買ってるんですけども、こう昔のソフビとこう、なんか絡まして遊ぶこともできるので、本当にこれは妄想が膨らむというか、本当に楽しいシリーズだなと思いました。ぜひね、皆さんも、なんかね、押し入れに眠ってる古いソフビとか、あったらぜひね、引っ張り出してみてください。本当にぴったりなサイズのね、ソフビがすごくたくさんあるので、本当にこれはね、知らなかったらちょっともったいないなと思いましたね。ほらほらほら、サタンビートルとレオ。ちょっと、サタンビートルがでかい感じがね、ちょうどいい感じでしょ？いやー、たまんないですね。いやいやいや、本当にもう、HG シリーズを最近めっちゃ買ってたんですけど、一気にその流れがね、ソフビに移ってこんなにも買っちゃいました。これでもね、全然まだ揃ってないので、本当にコンプリート、早く、目標にね、コンプリート目標に頑張りたいと思います。というわけで、くだらない動画でしたけども、一応まあ生存報告ということで、この動画を今回は上げたいと思います。ではでは、またちゃんとした動画でお会いしましょう。さよなら。